こんばんは。今日は2017年7月、高3の真剣級つもしの Z8。これ、数三、理系の子は解く問題なんだけども、カッコ1とカッコ2はこれ文系で解けますので、文系の子も挑戦してみてください。ただし3番はちょっとややこしいですね。まずいきます。Z8。2つの数列 AN の BN があり、全化式が A1 が4で A の N たす1イコールマイナス AN たす6ね。で、B1 イコール3で B の N たす1イコール N 分の BN たす、これ N2 乗か。N2 乗、20やね。たす 3N たす1と。で、1番 AN の一般項、2番 BN の一般項を推定して、勝手に考えて、その数学的の方で証明しろと。で、3番。リミットの N を無限大で、N3 乗分の1のシグマの K が1から 2N までの AK、BK。これはちょっとめんどくさいな。を求めなさいと。まあ、解答項なんですけども、はい、行きましょう。じゃまず1番2番は、1番は普通に行きますね。これは特性方程式だから、これは答案に書かずに、アルファイコールマイナスアルファ足す6で、アルファが3になると。ということは、3を引いてくれればいい。これから3引いて、これから3引く。ただし、このマイナスは残して、この形ね。A の N 足す1引く3イコールマイナスの括弧 AN 引く3と。ということは、数列 AN 引く3は、初項は A1 引く3。A1 が4だから、4引く3で1ね。で、公比がマイナス1ね。の等比数列。よって AN 引く3イコール、初項かけ公比の N 引く1乗。ということは3をこっちやって、AN イコール3足すマイナス1の N 引く1乗と。としてください。これが1ね。はい、次、2番。2番は、これ具体的に代入しましょうか。これをまあ点点点1として、N イコール1、N イコール2を代入します。N は自然数だから。でそしたらね、B2 が8、B3 が15、B4 が24、B5 が35。ということで、実は8っていうのは 2×4、B3 が 3×、だからこの数字使うんですよ。この数字を使って 2×4、3×5、4×6、5×7 っていうふうに表せるので、bn っていうのは n カッコ n たす2っていうふうに推定できる。まずこれが一つ目の回答ね。で、数学的の方で証明します。じゃあ n が1の時、つまりこれを証明、今から証明、これを数学的の方で証明するぞと。n イコール1の時、b1 イコール 1×3。つまり b1 が3だから 1×3 ですね。よって2は成り立つよと。で、今度2番。n イコール k の時、じゃあ2番が成り立つと仮定するぞと。じゃあ、bk イコール k カッコ k たす1。じゃあ今からの証明、これを使わないといけない。で、1番、もともとのこの、これね。1番より、b の k たす1。つまり、n を k に変えればいいから、b の k たす1は、今こういう状態ですね。ただし、bk がこれなんで、これを使いましょう。はい。そしたら、あと、約分したら、ここまで行き着きます。k2 乗たす 4k たす3ね、整理すると。ただし、因数分解すると、こう。ということは、うまいことこう持ってこれますね。つまり、ここの、bk たす1が、k たす1、k たす1たす2の形になってますね。ということは、2は n イコール k たす1の時まで成り立ってるよ。と。ということで、以上1により、すべての自然数 に対して、2は成り立ってると。すべての自然数 n に対してね、2は成り立ってると。以上より、bn イコール n カッコ n たす2ですよ。と。はい。で、次。これがね、めんどくさいんですよね。まずね、1番の回答。1番っていうのは、1番の回答は、an がこうだから、で、n が、偶数の時、奇数の時って変わってきますね。ということは、an は、n が奇数の時、1とか3とかの時は、4になりますね。でも、n が偶数、だから例えばですよ。3入れたら2乗だからプラス1ですね。で、まあ、1入れたところで0乗だから、0乗ってことは1になるだけだから、だから4になりますよね。でも、偶数の時は、偶数だから、4なんか入れると3乗だからマイナス1のまんまだから2ですね。じゃあ一応こう分かれると。そこまでいいかな。で、2番、bn はこうですね。ということは、リミットの手前、リミットを外したところの k が1から 2n までの ak、bk はどうなってるかっていうと、これ分かるかな?ちょっとここからこれ分かるかどうか。k が1から 2n までですよ。ここに 2n まで入れるんだけど、こうなるの分かります?これは偶数の掛け算ね。偶数番目の掛け算で、
奇数番目の掛け算、偶数番目の掛け算、これを足したらこうなりますよね。つまり k が1から n、 これ n 入れたら 2k、2n-1 の掛け算で、でこう n 入れたら 2n になるから、ちょうどこれと言ってること一緒ですね。でこれ奇数番目の掛け算、偶数番目の掛け算、じゃあこれ奇数番目の掛け算は 4使えばいいですね。つまり 4かける、これね、あ違う、4かける、ちょっと待ってよ、今こうなってて、間違った、ここが、じゃあこっちからいこうか、これ偶数番目の、偶数番目の最後の、ま、真っ向ですね、真っ向がこうなってると。でこれっていうのは真っ向は偶数項だから、偶数番目の項だから2を使わなきゃいけない、2なんだけど、ここは K のところが N だから、こうなってますよね。2×2K+2 ってわかるかね。もう一回言うと、最後 2N までですね。2N までなんだけど、最後の 2N は 2N までなんだけど、偶数と奇数で分かれるからこうなってると。で、言い換えたら、こうなりますよね。なんでかというと、これが AN ね。AN の値ね。で、BN の値は、ここが、本当は K なんですよ。K なんだけど、2K-1 変えてるから、もともとの K の値を 2K-1 に変えとかないといけない。つまり、N のところを 2K-1 に変えると、ここ 2K-1 入れたら 2K+1 ですよね。じゃあ、同じように、ここも 2K と 2K だから、2K と 2K で 2K+2 になってると。そしたら、これ展開したらこうなると。そこまでいいんかいな。で、あとはもうこれ公式使ってください。ここまでいくと、4n+2n+4n+1 になると。っていうことは、リミットの今、ここまで計算したので、これに、リミット n 無限大、n 分、n の3乗分の1をかけてくれれば、ここまで行き着くと。たらもう、n が無限大だからこう消えて、これで8ね。ちょっと難しいな。じゃあ3番、ちょっともう一回。どうでしょうか。